聖書朗読、新約聖書、エペソジンへの手紙第2章11節から22節ですから思い出してください。あなた方はかつて、 肉においては違法人でした人の手で肉に施されたいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼のものと呼ばれその頃はキリストから遠く離れイスラエルの民から除外され約束の契約については他国人でこの世にあって望みもなく 神もない者たちでし,たしかしかつては遠く離れていたあなた方も今ではキリストイエスにあってキリストの血によって近いものとなりました実にキリストこそ私たちの平和ですキリストは私たち二つのものを一つにしご自分の肉において 隔ての壁である敵意を打ち壊しさまざまな規定からなる戒めの立法を廃棄されましたこうしてキリストはこの2つをご自分において新しい1人の人に作り上げて平和を実現し2つのものを1つの体として十字架によって神と和解させ敵意を十字架によって滅ぼされました また、キリストは来て、遠くにいたあなた方に平和を、また近くにいた人々にも平和を、福音として伝えられました。このキリストを通して、私たち二つの者のが一つの御霊によって、道地に近づくことができるのです。こういうわけで、あなた方は、もはや他国人でも、 起留者でもなく生人たちや預言者たちという土台の上に建てられていてキリストイエスにご自身がその要の石ですこのキリストにあって建物の全体が組み合わされて成長し主にある聖なる宮となります あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ御霊によって神の御住まいとなるのです。主法に石巻のコンサートと書いたんですけれども全く返還を間違えました大変失礼いたしましたあの今日2人来ておられますけれども。 石巻は決して近くないんですね、3回のご奉仕がありましたけれども、お疲れ様でございました、よく帰ってきてくださいました。今日はペンテコステでございますので、ペンテコステのメッセージをいろいろ思い巡らしているうちに、私はこのエペソの手紙に心を留めることになりました。説説教のののの前半ははこのエペソの箇所の説明をいたします話は くて難ししいかもしれませんでも、丁寧に話をしますので、ぜひ聖書を追いかけていただきたいと思います。そして後半は、今の世界にあって、私たちの祈りがどうあるべきかというお話をいたします。まず最初に、ペンテコステの日の、このペテロの説教を見ていただきたいと思うんです。それは聖書のの箇所が違いまして使徒の働き のの働きの2章でありますお手元の聖書でありますと、ペンテコステの日にペテロは234ページになりますね。ペテロはこういうふうに始まりますね。ペンテコステの日の説教はこのように始まります。ごめんなさい。ちょっと待ってね。 ここから始まります。ペテロは11人と共に立ち、声を張り上げ、人々に語りかけたユダヤの皆さん、並びにエルサレムに住むすべての皆さん、あなた方にこのことを知っていただきたいと言って、ペンテコステの説教を始めます。イエスが十字架にかかり、そして復活され、天に昇りしばらくしての出来事でありました。で説教の始めは こういうふうに始まります。神は言われる。終わりの日に私は全ての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は予言し、精霊は幻を見、青年は幻を見、老人は夢を見るというように、精霊がこの世界に注がれるという予言をいたしました。ペンテコステの日というのは、 ユダヤの人々、エルサレムの人々が夢,見きた夢を見てきた終わりの日の到来でありました。当時の文章をいろいろ見ますと、終わりの日には、メシア、救い主が来ることを彼らは期待していました。ところがユダヤ人たちは、この救い主と思わしき、イエス・キリストを十字架にかけて殺してしまいます。 しかし、神はこの方を、この2章の24節を見てください。神が定めた計画と、神の余地によって引き渡されたこのイエスを、あなた方は立法を持たない人々の手によって十字架につけて殺したのです。立法を持たない人々というのはローマ帝国です。 ローマ帝国に引き渡し、ローマの極刑である十字架によって、あなた方は殺したのです。しかし、神はイエスを死の苦しみから解き放って、蘇らせました。という。それはイエス・キリストがメシアであることの証しが公になされた。この方こそが、私たちが待ち望んできたメシアであったという説教をいたします。しかも、 30節をご覧くださいこの「メシア」は復活されただけでではないですね自分の子孫の一人を自分の王座に就かせるとというのはダビデの子孫のイエスを神の御国の王座に就かせると神が誓われたことを知っていましたということは。 復活されたイエスは今神の権威の座に座っておられるということをペテロはユダヤ人たちに説教をいたしましたこの終わりの日にメシアがやってくるそれがイエスであったあなた方はイエスを殺したしかしこの方を父なる神は復活させそして王座に就かせられた その印として出てくるのが33節です。ですから、神の右に挙げられたイエスが約束された精霊を目から受けて、今あなた方が目にし耳にしている精霊を注いでくださったのですという。目にし耳にしているというのはペンテコステの日に精霊を受けた人々が諸国語で イエス・スキリストの証をしたからです習ったこともない言語を用いて、彼らは一斉に精霊の賜物によって話し始めたというのを、あなた方は目にし、耳にしたでありましょうと。精霊はそのようにして、終わりの日に私たちに注がれたのですという説教をいたします。この日に、ペテロの説教を聞いて心を打たれて、 洗礼を受けたたユダヤ人人ちは3000人でありましたしかしそれはまだユダヤ人たちだけでありました。やがて初代教会の人々は同じ精霊が文字通り全ての人につまり違法人にも注がれていくことを目の当たりにいたします。それを十章で見ていただきたいと思うんですが十章で 44節でこう言いますねコルネリウスのところにペテロが訪問した時の話ですコルネリウスというのはローマの人物でありましたつまり異邦人ですねしかし経験な彼は神を求めていてそしてイエスのことを話しにコルネリウスのところにペテロが出かけていったときペテロが なおもこれらのことを話し続けていると、御言葉を聞いていたすべての人に精霊が下った。割礼を受けている信者で、ペテロと一緒にいた人たちは、異邦人たちにも精霊のたまものが注がれたことに驚いたとあります。つまり、終わりの人に、終わりの日にヨエルが予言いたしましたよね。すべての人に精霊が注がれると言ったときに、 終わりの日を待ち望んでいるユダヤ人だけではないんだと、違法人キリスト者の上にも同じように信じるもすべてに精霊が注がれるんだということを目の当たりにして驚いたわけですよね。終わりの日にメシアであるイエスによって、 ダビデの王国が再建されると信じていたユダヤ人キリスト者が驚いているわけです。キリストの十字架と復活は全ての人のためであり、精霊はイエスを信じる全ての人の上に注がれる。私の上にも、皆さんの上にも。ペテロやヤコブのようなユダヤ人キリスト者だけではない。 パウロが伝道していく、やがて日本にも渡ってくる、違法人キリスト者の間に、区別はない、差別はない、神は終わりの日に皆に精霊を注いでくださる、私たちの上に、ということですね。信仰の父、アブラハムが神の声を聞いて以来、イスラエルの人々はずっと自分たちこそが いや自分たちだけがアブラハムの子孫であるそして自分たちだけが神の祝福を独占していると信じてきました世界の勢力はギリシャに味方しやがてローマ帝国に味方をしそれでも神の祝福は自分たちだけのものであると信じていました終わりの日が来れば自分たちこそがこの世界を メシアと共に支配する、諸国の者たちはひれ伏しにやってくる、そういうふうにユダヤ人も、ユダヤ人キリスト者も信じていましたそうして出来上がっていったのが、エペソに戻っていただきますけれども、そのようにして、彼らの先民意識によって出来上がっていったのが、エペソの2章のこの言葉です。ちょっと見ていただきます。 これです隔ての壁である敵こうして出来上がっていったのが隔ての壁でありました割礼を受けているユダヤ人そのユダヤ人たちはイエスを殺したかもしれないしかしイエスこそが救い主であるメシアであるということに気づいた者たちは洗礼を受けてそしてユダヤ人キリスト者になります それでもそこには違法人との一線は依然として存在していました。割礼を受けていない者たち、あるいは文化、食事規定が違う者たちは、神の祝福を受けることができないという、この隔ての壁を依然として存在している中、このエペソの手紙が書かれています。 いるわけですね現在のイスラエルは高さ8メートル長さすべていきますと約7 0 0キロに及ぶ東京から神戸ぐらいですかね分離壁を20年かけて築き上げてきました分離壁の建設が始まったのが2000年ぐらいですから まあ当時パレスチナ解放軍によって自爆テロが頻繁に入ってきてエルサレムであのテロ事件を起こすとで彼らはそうした人々が入ってくることができないように隔ての壁を作ってエルサレムを中心としたこのパレスチナをガザ区から西岸地域から守ったわけですねでそれは安全保障のためであるということは 当然でありまし,ょうしかし結果的にそれは世界においてベルリンの壁と同じように分断を生じ隔ての壁を作ってしまったということは事実で隔ての壁が何を意識しているのかそれはこの聖書の箇所にありますように隔ての壁である敵意を象徴しているわけですね。 パウロの時代を考えてみましょう。ちょっと聖書を追いかけていきますので、皆さんもう一回この11節から見ていただきたいと思うんですね。あなた方は肉においては違法人でした。人の手で肉に,かつ肉に施されたいわゆる割礼を持つ人々からは、ユダヤ人からは無割礼のものと呼ばれ、 その頃はキリストから遠く離れ、イスラエルの民から除外され、約束の契約については他国人でしたというふうに、同じ人間であっても、ユダヤ人の目から見ると、他の人々はキリストから、メシアから遠く離れ、イスラエルの民から除外され、約束の神の祝福については、 他国人でしかもここにありますね、望みもなく、神もない者たちでありました。かつては遠く離れていたあなた方もというふうに、エペソのキリスト者に対して、パウロは筆を進めていきます。違法人がどれほど道徳的であり、 あるいは正しく生きていたとしても、割礼を受けていなければ、イスラエルの立法を守っていなければ、神の祝福からは遠く離れ除外され、他国人で望みもない者たちと見下されてきました。それを14節で、キリストはご自分の肉において隔ての壁である敵意を 隔ての壁である敵意を打ち壊しとこう書いてありますよね。そしてそのキリストはこの2つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現しこの平和は敵意に対して作り上げられた敵意を打ち壊しご自身のうちに 一人の人を作り上げて平和を実現しこれが精霊のなせる技でありましたそしてそれが今朝のメッセージであります18節見てくださいこのキリストを通して私たちは私たち2つのものが敵対する2つのものが1つの御霊によって 道に近づくここととがができるるうのは神を礼拝することができるそうなると私たちは違法人はもはや他国人でも希留者でもなく生徒たちと同じ国の民であり神の家族なのですとペンテコステ以来精霊がユダヤ人キリスト者だけではない 違法人でも罪を悔い改めそしてキリストに近づく者には同じ精霊が注がれた時に今までユダヤ人、違法人という当時にあっては厳然と存在するこの区別が敵意が隔ての壁が打ち壊されそしてキリストにあって一つの人が作り上げられ精霊によって 同じ神を礼拝するというあの驚くべきことが書いてあるんですよねそして22節をちょっと見ていただきますとですね「あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ精霊御霊によって神の見住まいとなるのです」というのは「神殿となるのです」という意味です。 ユダヤ人たちは、終わりの日がやってくると、いわゆるの予言ですね、終わりの日がやってくると、すべての人に精霊が注がれ、そして神殿が新しく建設され、その神殿に神の栄光が満ちると、それはソロモンの神殿とは比べ物にならないほど、バビロン保守後に建てられた第二の神殿とは、 ヘロデ大王が改修したさらに大きな神殿とは比べ物にならないほどの神殿が出来上がるということを信じていましたしかし実際その神殿は建物ではなかったその神殿は精霊を宿すあなた方神の家族であってその神の家族が世界中に存在し宗派教派は 若干異なるかもしれない。そして教会の文化は国によって違うかもしれない。しかしあなたは精霊によって一つとなり、神を礼拝し、神の家族なんです。というふうにパウロは述べているんです。で、これがパウロが見たメシアがもたらした神の国の現実でありました。全ての人に 精霊が下るということを一体どういうふうに理解するのか精霊は人種とは関係なく信じるすべての人に注がれ彼らは一つとなって礼拝を捧げそして生徒たちと同じ祝福を得て神の家族であるユダヤ人たちは信じ待ち望んでいた終わりの日に新しい神殿が作られるという 神の栄光が満ちるっていうのは実は教会のことであり全ての教会のことでありいやこの建物の教会ではなくイエス・キリストを信じる全ての人に精霊は注がれその人が神の見住まいになるということをペテロは書いているんですそれが終わりの日にまつわる 福音のキリストから始まる新しい世界、新しい地平について、ペテロは書いて、ごめんなさい、パウロは書いているんです。さて、ここで皆さんに問いかけがあります。こういうパウロの真実な教え、神の言葉を私たちは受け止めているんだろうかということです。 自分のうちに精霊が注がれているという事実を私たちは往々にして軽んじます。軽んじると精霊は私たちのもとから去っていくという場合もあります。精霊の声よりも周囲の声、あるいは自分の声を中心に生きている場合もありますし、隔ての壁をキリストが打ち壊されたのに、もう一度隔ての壁を作ってしまう場合もあれば、 またさまざまなものの考え方や文化によって新しいユダヤ人と違法人の区別のような新しい隔ての壁が世界中に存在しているという現実を皆さんはどういうふうに考えるんだろうか私はどういうふうに考えるんだろうかということを私は金曜日の夜に NHK の「アナザーストーリー」でピカソの対作「ゲルニカ」 の特集を見てあの急に考えるようになりましたアナザーストーリー多分再放送でやったんだろうと思いますけれども皆さん NHK プラスであの登録をすれば今でも見ることができます私はあの NHK プラスというのがあるんだというのをオーナーさんから教えてもらったんですけれども見逃した番組は先生これで見ることができますと番組はですね ピカ,ソが40年ピカソが描いた「ゲルニカ」という大作が40年かけてスペインに戻るその戻っていくために3人の重要な人物がいたとその重要な人物のインタビューで話は構成されていました1937年スペインは内戦状態でありました でフランコ将軍は反対派の勢いが増すくバスク地方のゲルニカという町を攻撃いたしますでなんとスペインのフランコはナチスドイツのヒットラーに頼んで町の空爆をお願いするんですよ自分と同じスペイン人の街ですよドイツから爆撃が飛んできてそして空爆が始まるこれが歴史上 初めての無差別市中空爆と言われていますスペインの画家ピシカソはそのニュースを住んでいたパリで聞きましたそして彼は縦3 5メートル横7 7メートルの「ゲルニカ」という作品を描いてパリ万博に出展いたしますその作品は長く ニューヨーヨク近代美術館に飾られていましたその作品がスペインに戻るまで40年かかったでその背後にあるストーリーを3人の方のインタビューとともに取り上げているんですがその一人が非常に興味深かったですねシャフラジという名前のニューヨーク在住の男性でありました彼は毎日のように ニューヨークの近代美術館に通ってピカカソのゲルニカを見ますで彼がインタビューで答えていたのは私は「ゲルニカ」を見に行ったんじゃない見に行っているうちに「ゲルニカ」から声が聞こえてきたと私は「ゲルニカ」を聞きに行ったんだ描かれている絵は空爆によって悲鳴を上げている人々亡くなった子供子供を腕に抱いている母親 牛叫び声を上げている牛そして町その全ての悲鳴がどの時代でもどの世界でも戦争にあいぎ苦しむ人々の悲鳴をピカソはあの大作の中に全部込めたと私はこの絵の前に立つたびに その隔ての壁の向こう側で空爆を受けている人々の叫び声を聞くところが近代美術館にこの作品を見に来る人々はことごとく絵を眺めて静かな思いで去っていくあたかも何事もなかったかのように平然と作品を鑑賞している。 シャフラジは頭を抱えますこの叫びが聞こえないのかとアメリカは積極的にベトナム戦争を展開していきましたピカソはアメリカという自由なそして平和な国だからこそこの「ゲルニカ」を託すことができるということで近代美術館に掲げることを許すわけですよねでも実際 その期待を裏切ってアメリカはベトナムを攻撃しナパーム弾という空爆の嵐をベトナムの町村に落としていきますシャフラジはピカソ,にピカソの「ゲルニカ」に命を取り戻すために彼は奇策を思いつきました真っ赤なスプレー缶を白昼堂々カバンから出してそして「ゲルニカ」に「 赤いスプレーを塗ってしまいますピカソの作品はこの狂った男によって台無しにされそしてそのニュースは世界中の新聞世界を駆け巡りますしかしなんとスプレーインクは簡単に拭き取ることが可能でありましたあっという間に元に戻りますシャウラジは ピカソが「ゲルニカ」に込めた人々の叫びを世界にもう一度聞かせたかったそのためには自分がとんでもない行動を起こし夜中ではない白昼みんなが見てる前でこの作品に赤いペンキをしかも簡単に取れてしまうペンキなんですけれどもそれをスプレー缶で吹きかけてしまう。 それがニュースになることによって再び世界は「ゲルニカ」を思い出しあの戦争によって平和が破られたあの出来事人々の叫びを思い出しもう一度ベトナム戦争についてもゆっくり考えてほしいと思わせるために行動を起こしました。 まあぜひ「ゲルニカ」という作品あるいは NHK のアナザーストーリーまだ見れますので見ていただきたいと思いますが実はパウロはピカソのように渾身の力を込めてこの「エペソの手紙」のこの歌詞を綴っているに違いないわけです。敵対する世界がイエス・キリストという一人の人において新しく。 一人の人が創造され、二人の人が一人となり、そして敵対する者たちが同じ精霊に満たされ、同じ神を同じように礼拝することができる。今はユダヤ人もギリシャ人もない。この二人はいつも戦っていたわけですよね、この二者は。 私たちは皆一つの家族であって一つの神の住みかなんだということをロシアとウクライナ中国のクリスチャン人口は1億人を超えるんですよアメリカと中国台湾にも多くのキリスト者がいます 中国からの宣教師も台湾に入っています。ウクライナは東欧世界に入るためのキリスト教の玄関口と言われていてどれほど多くの進学校キリスト教病院キリスト教施設があったことでありましょうそれが空爆されていくわけですよね。NHK プラスが あの番組を作ったのはきっとずっと以前ではないかと思うんですしかし改めて考えてみると平然とこの世界の今の時代を受け入れている私たちにもう一度衝撃的な叫びを聞こえさせることによってエペソの手紙に記されている 終わりの日に精霊が注がれると一体何が起こるのか私たちは皆隔ての壁が打ち壊され一つ精霊に注がれ一つ神の家族として神を礼拝することができるというこの事実をただ平然と読まないでショッキングな力強いメッセージとして捉えてほしいというのがパウロの思いであったに 違いありませんお祈りをして終わりにいたします天の父なる神様パウロが描きたかったペンテコステの祝福です敵対する者たちの隔ての壁が取り壊されキリストにあって一つの人に新たに創造され一つの神の家族として礼拝を捧げ互いを愛し尊ぶ この霊的現実を前に、まるでそれが夢見物語のように、現実感なく平然と眺めてしまう私たち。また、この世界の現実。キリストが隔ての壁を打ち壊したのに、新たにいくつもの壁を作り、空爆を続けるこの世界。苦しむ人々の打撃。 今年のペンテコステ平和のために乗る者とさせてくださいパウロのようにキリストにあって到来した新しい世界信じる者たちに注がれる精霊そして神の家族を実感するものとさせてください決して平然とパウロが描いているキリストの王国,王国の前を通り過ぎることがありませんようにどうか戦争による 犠牲者の叫びに耳を傾けることができますように天安門事件33年と聞きましたどこまでのどこまでも隔ての壁を作り上げていく愚かな私たちをお許しくださいイエス・キリストの皆によってお祈りいたしますアーメン